ございます。軽く食べたいと思います。今日2度目の完食なんですけど、少し腹の調子も気になるので、キウイヨーグルトも一緒に食べたいと思います。いただきます。おいしい。じゃあどうしようかな。やっぱあのパン屋でいっぱい買っちゃうと食べたくなっちゃいますよね。このピザトーストだったかな、名前こっちなのか、こういう感じですけど、もうすごい美味しい匂いしかしない。いただきます。うん、このちょっと食パンっぽい感じになってるんですけど、食べ応えがあって本当にうまいですね。ちょっとスパイシーさが、うん、強い、うん、めちゃくちゃうまいな。辛いのがちょっと、うん、得意じゃない、まあ、苦手な方なんですけど、かなり、うん、後から辛さがきますね、うん、ちょっとヨーグルトで中和して、普通の人だったら多分すごい、あの普通に美味しいと思います。僕は辛いのがちょっと苦手なんで、じゃあさらに中和ってことでこのアンパンいただきます。うん、うん、甘いのが助かりますね。うん、中はこういう感じです。これもやっぱ、うん、生地がしっかりしてます。このパンには本当に美味しいな。また買おう。じゃあゆっくり食べたいと思います。